相席の相手のテンションが低すぎてね、出会いを求めて来たわけではないです。お酒が飲みたいわけでもないです。私はただ、小木さんの近くに入れたらそれだけでいいんですって、それ先週の付き人希望だっての。つうわけで今週は以上です。今週メールをくれたアナルバージンは、ラジオネーム、親指スクロール、ルイーラ、食べてもいいですか？いや、ダメです。富士、以上のアナルバージンでした。次回のテーマ発表するぞ。この前、オードリーの春日がこれの大会で入賞した話題だっつうことで、入賞して話題だっつうことで、こんなボディービルダーは嫌だ。送ってこい。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。さあ今日募集しています、うん、非合理的メールね、うん、ラジオネームこの木なんの木佐々木、うん、小木さん八木さん小武天さんこんばんは。僕は4月から社会人になったんですが、役所や銀行が土日休みであることが非合理的だなぁと感じるようになりました、うん、多くの人が土日休みなのでみんなどうしているんだろうと思っています。うん、わかる。3時までだしね、平日もさ。ちょっとよくわかんないよな、これは。うん、本当思う。まあ、ね、一番思うのが、あれだね、銀行が、未だに窓口が3時で閉まるってやつね。うん、あれは本当ダメだよね。ありえない。ありえない話。なんだこの時間はと思うもん。社会人だったら無理だもん。3時なんか。いつ行けって言うんだよな。そう。土日が休みで、平日は3時までじゃ。すごいよね、あのシステム。すごい、偉いんだね、銀行ってね。もうね。いや、ものすごい。すごいね。来たけどそれまでにどうにかしてこいよってことでしょ。そういう商売だよね、言ったら。殿様商売だな。うん。でもまあ本当にそういう時代じゃないよね、もうね。そうだよ、昔はそうだったかもしんないけどさ、銀行はつったらもう。確かにあれはひどいわ。うん。すぐシャッター閉めちゃうよね。すぐ閉める。閉めるってさ。やればいいのにね。ね。確かに。ちゃんと。まあ役所もそうだね。最近土曜日は。なんか、やってんだっけ、役所？なんか俺聞いて、俺なんか見たことあるんだよね。土曜日、何かは土曜日でもいいですよ、みたいな。住民票ちょっとは緩和された感はあるよね。なんか。うんうん。でもまだまだ、行きづらいけど。ね。そう。銀行、確かにな。まあ、そっちの方のね、人たちの、やっぱ役所も公務員だから働きたくないでしょ？うん。で、銀行員は銀行員で、3時間に終わらせないと、その後の処理が時間かかって、ね、何時になるか分かんないの、多分5時まで開けたら。まあまあ分かるけどもさ、うん、ね、そっちの都合をさ、帰りたいからって。ね、帰りたいね。帰りたいからって、ね、作業があるからね。いや、それ知らないじゃん、こっちも。その作業があるからってことでもさ。やりながら作業できないのかね、その受付で、うん、作業裏で作業する人とさ、受付でさ、やっぱ閉めてから全部やんないじゃん、あのレストランのレジ閉めた時と一緒で、あのレジもすげえね、パッとどんどんチェックっていうか支払いだけ先にやらされるもんね。やるでしょ。ねえ、そうでしょ？時間10分ぐらい前にさ、もういいですかなんつってさ、もう終わったらすぐ出ようとするんだよね、そうだよ、あの人たちは閉めたいから。ああ、そっか、うん、銀行もそういうことなんだよな。まあね、そうなんかうまくいかないかな。そうね。うん、これもまあ、考えてほしいね。はい。ラジオネーム、ミネストローネ18歳、学生。小木さん、八木さん、工務店さん、こんばんは。うん、僕は、今年の春から上京して、いろいろな手続きをすることが多かったのですが、うん、書類に印鑑を押すのは無駄だと思います、うん。すぐ偽造されそうだし、サインだけでいいんじゃないでしょうか。うん。わかる。うん、なんだろう、意味わかんない、まだ、俺。印鑑ね。印鑑のあの、うん。あの重要性は。うん。すごい、あれがあればもう、何でもできちゃうわけでしょ、あれ。あのさ。うん、印鑑、本当いらない。サインでいいね。サインでいいよ。いわゆるあの、銀行員と届けが出てる、あの、印鑑、うん、押さなきゃいけないのはわかるじゃん。うん。でも大体のが三文版でいいって言うじゃん。
ただシャチハタはダメですって書いてあるやつ意味わかんないね。なんで三文版でよくてシャチハタ不可みたいな。あれ同じことじゃねえのあれ。言ってる同じなんだろうけどね。なんだろう。だったら文房具屋さんでさ、何百円で買えるんだぜ、あれ三文版。そう。で、誰が、誰でも買えんだからね。誰でも買えんの。誰でも買えん。でもなのに、シャチハタ不可ってなんだよ。あれ何なんだ。確かに、すごい書いてある。シャチハタダメだって。うわ、あれ確かに、聞けなかった。全く同じことだよ、あれ。全く。全く同じ。同じことだよね。これ本当に、その違い？いや、それ、アギさんね、と。リスナーで。こういう差があるからシャチハタ不可なんですよっていう意見があったらマジで送ってきてほしい。全く同じことシャチハタと三文版。そうだよな、一緒だよな、確かにちょっとこれ今日ちょっと送ってほしいな。おいやはぎに。うん、おいやはぎからね。言えるもんなら、おいやはぎって言えるもんなら、言ってごらん。うん、何が違うのか。そう。うん、確かに、それは知りたいわ。ラジオネーム、キリンパン。おじさん、ヤギさん、コムデさん、こんばんは。歯医者の治療時間が短くて腹立ちます。去年初めて歯医者に行ったんですが、1日空けて行ったら、15分で終わりました、どうにかならないんですかね。なるほどね。どういうことこれ。なんでパッと終わるのが、あれでしょ？だから1日、だから、やっぱ結構ちゃんと予約してさ、ねえ、一日待って行ってみたら15分で終わっちゃったから、もっとやってくれよってことでしょ、なんだよってさ、そうなんだ、もっと時間割いてくれよみたいな。まあでもよくあるね、歯医者さんのよく俺、ほら友達とかさ、兄貴もそうだけどさ、いるから聞くけどさ、やっぱこう、短くすることは、うまいんだな、ここの歯医者はっていう作戦らしいんだよ。パッと終わらせて、パッとこう帰らせる。ああ。でもその早くやるのって大体ろくな歯医者はいないっすだけどね。大体。うん。ああ。もうだから、たっとやって終わらしちゃうから、もう全然真剣にやってないってこと。そうだよね。そう、真剣にやってない。そうだ。でも、患者からしたら、あ、もう終わった、うまいんだ、ここはって逆に思ってくれるんだって。ああ。だから、いい手らしいよ、これは。だから、あんまり早く終わるとこは良くない。なるほど。うん。俺、兄貴の歯医者行ったら2時間ぐらいやらされるからね、俺。俺に。ああ。ずっともう。やっぱ、兄弟だから真剣にやってくれるんだよね、こう。でも俺も1時間ぐらいやる。で、そう、やっぱ、相当ちゃんとなんか、そういう、いいとことか、ちゃんと知り合いとかの紹介とかで行くようなとこだと、で、ちゃんと、時間本当にかかるからね、あれ、細かく。そうだよね。うん、あら。そうそう。これはちょっと、そう。いいこと聞いたね。うん。みんな。そうだよ。うん。ね。早く終わる歯医者は、ろくな歯医者だよ。そうそうそう。大体歯医者になろうって考えてる人自体もろくな人いないからね。そんなことないですよ。歯医者はいい。だって、どうして最後にそんなこと言っちゃうんだよ。周りのなんか、周りの歯医者がさ、あんまなんか、まあね。いい歯医者。まあいい歯医者もいるけどね。でもダメな歯医者も多いんだよね。そうね。じゃあこのコーナー行きましょう。はい、君の名は。さあ、これはね、まあ、なんかっぽい名前を紹介するコーナーです。なんか名前を考えてくれればいいというコーナーです。ね、なんでもいい感じになりましたね、はい、これね。ラジオネーム、五本木太郎。居酒屋レストランなどで店員を呼ぼうと、すいませんと何度も声をかけようと、かけているのに、全然反応されないやつっぽい名前。ああ辻しげとくん。何なんだよ、これちっちゃいんだろうね。辻しげとくん。多分、なんか大倉的な、なんか大倉のイメージだね。イメージの大倉そうだね。辻だもんね。必ずいるよね。何回も言ってるんですけど、うん。何回も言ってる。うん、ラジオネーム、フロントロー。学校で生徒の服装や髪型、言葉遣いに一番厳しいが、好きな有名人が東方神起だという国語のおばさん教師っぽい名前。うん下島理子先生。